日本三重県島市磯部町狭間磯部町狭間は、三重県島市の地名。島市北部の中心的な集落の一つである。島市の北部、磯部町の中央に位置する。地区の外形は八の字に似ており、八の字の接合部にあたる磯部トンネル以北に、中心集落を形成する。地形的には、磯部川と池田川がなす、中積定地にある。 南部のカジ防集落は山に囲まれた谷間に位置する。昭和中期頃まで、狭間西部を、上城中部を、中村、東部を下城と呼び、下城よりさらに東を傷と呼んでいた。上城下城の名は、半田州地方の名残と考えられる。上城中村、下城の古称は現在、神祖、中組、下組に変わっている。 北は、磯部町蛭原、東は、磯部町下野郷、南は、磯部町穴川、浜島町挟間湖、西は、磯部町日山、磯部町山原、磯部町築地と接する。川辺は、島市磯部町の地名。住所上は、磯部町狭間、磯部町蛭原、磯部町下野郷に属する。住所上の大技を単位とする。 自治会とは別の自治会を有し、島市の行政上一つの地区として扱われることがあるが、独立した大技としては認められていない。明治時代から開拓が行われた地域で、鉄道駅や銀行、商店、観光所などが集まる磯部町の中心街を形成する。古伝によれば、猿田彦命が船舶を定め、狭間で2本の道路を交わらせたという。交点には、 中央堂が置かれ、磯部の中心点としたとされる。現在の中央堂は、船舶の交点にはなく、玉泉庵の境内に移されている。正直図では、旧石器時代から、縄文時代にかけての遺跡があり、さぬき岩製の戦闘機、石槍、石賊など、約1000点が出土している。また、地図の中から古代に、遺像の裏の木材の集産地としての機能があったと、 考えられている。磯部町下野郷の南市が所蔵する天文23年12月19日付の文書には、佐古と記されていた。城の腰と呼ばれる地域には、伊蔵牛の守護に認じられた狭間、五郎左衛門が石田と伝わる、城跡の遺構がある。他にも、生寺長岡や狭間穴川間にも城があり、久喜吉高と戦ったとされるが、 古老の伝聞のみで資料には残されていない。中世には4家族が、檜山を開拓するために移住し、狭間村の出京とした。江戸時代には、狭間村として、戸場藩の配下にあり、島国東市軍磯部組に属した。村高は594国で、米以外にわらび、萩、杉を産した。村内に、 和歌山藩陵の渡来組安原村と檜山村の商用滝木置き場が置かれ、それぞれから米御章を受け取った。玉泉庵の御馬山と呼ばれる仏像は百日関に効果があるとされ、信仰を集めた。明治になり、町村制が施行されて、以降は一大技として続いている。磯部の中心市街地の南下に伴い、磯部の中心地区として発展するようになる。 磯部、村役場及び磯部町役場は狭間に置かれていた。特に、1978年12月27日に、磯部駅前土地区画整理事業が認可され、1987年9月22日に、土地区画の整理と、都市下水路の整備が完了したことで、磯部の中心としての機能が増した。2012年7月24日、 島市歴史民族資料館が、島市役所磯別所を改装して開館した。見方から山が迫り、その間に開けた土地であったことから名付けられた。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1880年以降の人口の推移。2005年以後は国勢調査による推移。 1880年以降の世帯数の推移。2005年以後は、国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。木場公園かつては、島スペイン村や、マトヤ駅の路線バスが、狭間東部にある島磯部駅から発着し、島市磯部観光案内所が置かれるなど、観光地への玄関口として賑わった。 島磯部駅磯部バスセンター、島市役所磯部市所磯部郵便局、玉線案左側の木が、玉線案のなぎ島市役所、通学区、区域以外修学島市では、川辺地区として扱われている。また、国土地理院発行の2万5千分の一地形図、磯部にも、川辺が掲載されている。島地域合併協議会長名、あざなの取り扱いについて、では、 合併前の大技を引き継ぐこととしたため、河辺の大技昇格はならなかった。ありがとうございます。